こんにちは。江田島 TV っていうと、なんかその呉のね、江田島を、広島の江田島をちょっと連想したんですけども、あそことは違うんですかね。で、今回江田島 TV の紹介いただいたんですけども、まあいろいろとお話いただいて、全く私は興味が出なかったんで、多分見ることはないと思うんですけども、そこで学ぶものっていうのが、なんかあるということですよね。まあやっぱりどんな動画でも、ヒットしてるものの中には、まあ、ヒットするべき要素があるのかなと思いました。まあその中でパチスロですか、パチンコですか。パチンコってやっぱりね、時代の寵児といいますか、最もなトレンドを叩き出しているジャンルかなと思うんですよ。で、パチンコとかスロットっていうのは、まあ、破産者も出ますし、それから一部のお金持ちも出るし、それからメディアもたくさんね、雑誌とかもありますし、パチプロっていうのもいたり、スロプロっていうのがいたり、そういうのを題材にした漫画もあるし、多くの方にやっぱり関わりがあるものなんでしょうね。ただ私は全然興味がないんで、パチスロで盛り上がってれば盛り上がるほど、どんどんね、こう冷めていくといいますか、あそうですかみたいな感じですよね。ただやっぱり、パチスロでアクセスを取るっていうのは、まあ、普遍の方法なのかなと思いますよね。FX もちょっと似たところがあって、FX も投資をやる人だったら必ず意識するジャンルなんですよね。で、私の場合はもう3年間毎日やってますけども、動画放送とかもね。ただ FX って諦める人も多いんですよ。で、諦めた人でも気になって見るっていうのがありますんで、それから投資をやってない人もいつかは FX って考えてるところがあるんで、ものすごくね、引っかかるんだろうなと思います。で、何がね、パチスロと近いかって私が感じるかっていうと、そのパチスロって確率の問題で大体誰かは勝つんですよ。で、誰かが勝つから負けてる人もいつかは自分もになっちゃうんですよね。で、そのプロって言われてる人が実在するらしいですけども、ただ、はっきりはしないんですよ、私がはっきりとパチスロだなと思ってる人は昔ね、友人で同い年ぐらいのがいたんですけども、2年ぐらいで3500万ぐらいのパチンコの利益を出して一括でマンションを買って、あとは細々と暮らすみたいなね、そんなことを成功させてる者がいたんですけども、まあ、彼以外は勝ってた時期もあるけどっていう風になっちゃったり、あとね、利確ができてないんですよ。パチスロで勝ってる、ずっとやってるんですよ。だから彼みたいに、さっき話した彼みたいに、利確してやめたってなって不動産買って、あとはお金のかかんない暮らしで必要最小限のパチンコをやってるみたいなね、そういうふうに切り替えていけば本当のプロだと思うんですけども、やり続けて含み損を抱えて希望を抱えていつ破綻するか分かんないっていうのは、もうこれすでにプロの商業ではないのかなと。プロってのはどういう状況でも結果勝つっていうことをね、やっぱり選ばないといけないですしね。まあ、YouTube っていうのはいろんなジャンルが人気になると思いますけどね。麻雀なら麻雀も人気だし、宇宙人なら宇宙人も人気だし、廃墟なら廃墟も人気だし、こんなのでいいのっていうのが溢れてるのが YouTube だと思いますし、逆に言うとね、こんなのでいいのってものを作るチャンスが我々にあるのかなというふうに感じてます。江田島 TV 見てないですけども、このぐらい話せればもう十分ですかね、またよろしくお願いします。